駅に停車中の419系電車一部り駅は、新潟県糸井川市にある、越後ときめき鉄道、愛の風と山鉄道の駅である。新潟県最西端に位置する駅である。越後ときめき鉄道の日本海翡翠ラインと、愛の風と山鉄道の愛の風と山鉄道線が乗り入れる。会社協会駅であり、当駅から直越方面が、日本海翡翠ライン、富山。 栗から方面が愛の風と山鉄道線となっている。当駅は両社の共同使用駅で越後と決めき鉄道の管轄駅である。愛の風と山鉄道で唯一新潟県に所在する駅である。鉄道資産上は県境付近が両社の境界だが営業上では当駅が境界で運賃体系も変わる。もともとは両路線とも 西日本旅客鉄道の北陸本線であったが、2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間開業に伴う並行在来線の経営分離により、当駅を境に直えつ方は、越後ときめき鉄道、栗から方は愛の風と山鉄道へ紹介され、駅施設も越後ときめき鉄道へ移管された。営業上の境界駅は当駅だが、 運転系統上での境界駅は白駅となっていて、愛の風と山鉄道線の白駅一部り駅間は日本海ヒ水ラインと一体的な運用が行われている。だが、越後とめ木鉄道が運転開始予定の急行列車の一部は当駅を起点、終着駅とする予定である。愛の風と山鉄道線では JR 西日本の IC カード愛子化が導入されているが、 当駅は越後ときめき鉄道管理であるため2020年、現在使用できない。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅舎側の乗り場に、富山方面の列車が、駅舎とは、反対側の乗り場に、直江津方面の列車が発着する。ホームの親札方の橋は、緩やかな坂になっており、ここから駅舎へ、遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びている。 駅は海岸沿いに設けられており、ホームから海面を望むことができる。JR 西日本時代、新潟県では JR 西日本管内最西端の駅であり、当駅から東は糸井川地域鉄道部の管轄であった。駅舎は1908年に竣工した古くからのもので、木造平屋建ての建築物である。開業4年前に駅舎が竣工していたのは、 かつて当駅が水道建設の基地であったためであるという。河原吹き切り妻屋根、回廊を巡らした造形など、明治期の駅舎の様子が現存しており、屋根の上には雪下ろしの際に命綱を結びつける金具が残っている。駅舎内部には待合所と駅事務室があるが無人駅である。駅の構内には、駅舎の越中宮崎方の脇にレンガ積みのランプ小屋が一棟。 残っている。2020年度の1日平均乗車人員は24人である。各年度の1日平均乗車人員は以下の通り。駅の東側には市ぶり集落が、西側には玉の木集落があり、特に市ぶりの集落には小学校や郵便局などがある。当地は古くは越後国と越中国の境となっており、石書が置かれていたほか 南小や淵が一部里の集落から東側に1 5トルほど続いている。一部里の地名は松尾芭蕉の奥の細道に掲載された国も登場する。新潟県では最西端の駅である。富山県との県境は近く、当駅の西1キロメートルほどのところで、日本海に注ぐ境川が県境である。駅の東5 0 0ルの長越地には、 馬尚の区を記念する区費が混流されている。当駅前から愛の風と山鉄道、白駅まで朝日町、朝日町バスが運行されている。ありがとうございます。